久保さんいい質問じゃないですか <laughs>。まあこれ、例えば、これお金だからだと思うんですよ。要はお金に対してのなんかあだこだがあるんで、いや、例えばですよ、わかりやすく言うと、じゃあすげえいい映画、面白かった映画を見たとするじゃないですか。じゃああなたは今まで面白い映画を見てね、友達に、そのもしこのマイクさ、鬼滅の刃見てきたんだけど、やっぱ面白かったよ。って一度も言ったことないんですか ラーメン屋さん行きました <laughs>。美味しいラーメンめっちゃうまかったっていうね。で、友達がラーメン好きで、この前行ったところラーメン屋めちゃめちゃうまかったよみたいな。今度一緒に行こうぜお前ラーメン好きだろうと。じゃあ、あの、昔、まあ今はね、田舎だったらまだあると思うんですけど、お裾分けっすよね。あの、これよかったら食べてって。え、それが人間として普通じゃないですか、多分。 だけどこれがお金になるとなんかうさんくせみたいになるんですよねでも原理は一緒ちゃいますのっていう久保さんの原理一緒じゃないですかいいものがあったらお裾分けする助け合うまあこれがまあ人間本来のあのなんだろうな人間がこう生存できた、まあ、DNA レベルで刻まれてきたそのものなんじゃないかなと思いますね 誰がお裾分けしようしないといけないって言ったんですか誰が美味しいもん食ったら絶対進めないといけないって言ったんですか多分自然ですよね。考えてないですよね、そこ。この前食ったのめっちゃうまくてさ、と。この前見たお笑い芸人めっちゃ面白くてさ、と。この,あこの前見,見た YouTube のお笑い超面白くてさ、とかね。ど、どう、どうすかね。 この前、この前、あの、近くにね、オープンしたお店があるんです。めちゃめちゃ良かったよ。え、言わないんですか俺のもの。この、新、新、新生会、あの、新、オープンしたお店は俺のもの。誰にも教えない。お、客が増えるの嫌だから俺しか行かない。お金になると何なんですかね。多分人生において、一度や二度あると思いますよ。 いいなと思ったらそれを紹介するっていうのは。でもお金になると何なんでしょうかね何が違うんですかお金儲けのおすそ分けと、えー、美味しいもののおすそ分け、何が違うんですか何が違うんですか僕は一緒だと思いますけどね。だけど、一緒にできない理由が何かあるんですか一緒にできない理由は。 ね久保さん <laughs> 面白いですよね。だからまあ要はね、まあ、僕のこれは見解なんだけどもやっぱね日本人っつうのはやっぱお金に対してなんかいいイメージはないんですよね。いいんですよそれで僕は。まあいいあの別にそれはそれでいいと思いますしでも僕はがん頑固としてどんなあなたがねお金に対してのイメージを持ってようがね お金が必要だよって言い続けますけどね。うん。お金がなくても幸せに生きていける。幸せにやってくれと。家賃無料ですかと。携帯代無料ですかと。電気代無料なんですか。水道代無料なんですか。すごいですね。と。必要じゃないかと。ね。生きていく上で金必要なんだから、稼がないといけないよね。と。うん。今困ってなくても将来困るかもしれないよと。まあお客さんでもよく言いますけど、 あのこれから子供が大きくなってって、この前、シングルマザーの方と音声対談しましたけど、今、大学生らしいんですけど、やっぱ金かかるわけですよ。ねそう。<laughs> <laughs> だからお金はね、僕は必要だと思いますんで、稼いだ方がいいよねっていう。で、それが響かない人は、じゃあ、無人と言ってくればいいんじゃないかなっていつも思いますけどね。お金がない世界で生きてくれと。 僕はお金の世界お金がある世界で生きてるからこそ生きていくからこそお金は稼いでいかないといけない必要だよねっていう現実の中で生きてますからうーんまああとねそうそう結構ね青汁王子がねあのお金儲け、えー、人に教えないでしょみたいなね結構言うんですけど あのこれね、面白い <laughs> あの僕、結構、青汁王子のライブ、たまに聞くんですけど、なんかね、昔ね、青汁王子が、なんとか大学みたいなのやってたらしいんですよ。要は、どうやったら売り上げが上がるか、みたいなね。その D2C か分かんないですけど、なんか、そのなんかやってたらしいんですよ。で、ちょっとそれ、なんかそのリス、あの質問者の方で、またそういうのやんないんですかみたいなね。質問があって、青汁王子が、もうやんないですね、と。 あのやっぱり結果が出る人と結果が出ない人がいてやっぱ教えるの大変だしうん難しいんで、まあ、多分やらないですとこれね光くんもなんか前言ってたような気がするんですよで要はねまあ確かにそうなんですよ教えない方が守れるんですよわかりますだから安牌を取るんだったら教えない方がいいんですよ だって教えるっていうことは、結果が出るか出ないかは、またそこで、またなんだ、こう出るじゃないですか。教えなければゼロなんで、責任はないんですよ。でも教えると責任が出るんで、じゃあ稼げなかったじゃないかとかね、いろいろ来るわけじゃないですか。で、その責任があるわけですよ。だからその責任を取らないんだったら、教えない方がいいんです。でも僕は責任を取りますよ。うん。責任取ってるからずっと日々発信してますけどね、やれっつってね。 ね、あなたもやる責任を取ってくれっていうね。<laughs> 俺もやってるからお前もやる責任取れと。稼ぐ方法は教えるし、だけどやる責任は取れと。俺もやるからと。俺は逃げないぞと。っていう僕は指導の仕方をしています。うん。どんなに稼げなかったとしても、やることを諦めなければ僕は稼げると思うんで。まあ前々回の動画かなんかで言ったかもしれないですけども、言ったと思うんですけど、 本当に稼げるんですかうん。稼げるまでやれば稼げますよっていう。<laughs> 稼げるまでやれれば稼げるわけですから、ね。稼げるまでやる。つまり稼げるってことですよね。うん。だ僕もね、なんでこの発信ができるのかっていうと、めっちゃ時間かかったんですよ。ね。10年以上ですよ。ね。まあ、独立、もっと早くしてればわかんなかったですけど、独立して5年ですけども、ネットビジネスで出会って17年ですか で、なんや、今自由になって5年ですよ。もう10年以上ねあの、こんな生活してないわけですよ、うん。なんか月収100万稼げますってメルマが書いてましたけどあの、カップラーメン食いながらね、会社で泊まってましたよ。<laughs> 全然自由じゃないみたいなね。でね、もしですよ、もし僕は十何年かかったわけですよ。 で、今、ドリームアカデミアっていうの僕運営してますけど、まあ運営して5年ですよ。じゃあ、もし仮に僕と同じ年数が必要だとするじゃないですか。じゃあ、ドリアカ運営して5年ですよ。で、僕10年以上かかってるわけですよ。じゃあ、ドリアカに入って誰一人稼げてないってことじゃないですか。あと5、6年熟成さんやんないと稼げないってことですよね。そんなわけじゃなくて、もう1億ぐらい稼いでる人いるんですよ。まあ、久保さんも3年で1億行きましたけど、 うん、だから僕はそういう結果が出てる人もいてるのでやれば稼げるよねという話で僕 <laughs>、うん、のこれは見解ですけどほとんどの人がやってないだけなんで単純にだからやりましょうって言い続けますよ変えられますよとやれば変えられますよとやらずしてどうやって変えるんですかとやらずしてどうやって変えるんですかと逆に、うん、だからまあ言い続けますけどね 僕はやりましょううっていうの僕もやるから、うんで。あとは久保さんが言ってた通りやっぱね、あの、濃い仲間ができますよ。これはね、人生の財産だと僕は思いますね。熟成さんでちゃんとやってくれて僕の教えでね、ちゃんとやってくれて、まあ、圧倒的なその信頼関係というか、まあ、めちゃめちゃよく言われるのが吉谷さんのおかげで人生変わりましたっていうのをかなり言ってくれるんですよ。で 僕のおかげで人生変わったって思ってくれてるので、めちゃめちゃ濃いんですよね。だからね、うん、この関係性は本当に普通じゃ無理ですよ。無理。絶対無理。うん、か楽しいですもん。うん、か本当の仲間っていうのは、うん、そうやってできてくるのかなと僕は思いますね。うん、多分、おそらくなんですけど、 儲け話なんか誰にも教えないっていう人は仲間、本当に信頼できる仲間っていうのはできないと思いますよ。ど,どうですかねじゃあ食べ物があるじゃないですか。俺のものみたいな。俺のもの誰もあげないみたいな。え、仲間できますそれで。どうですか仲間できると思いますいや、誰にもあげないみたいな。この美味しいステーキは俺のものだ。 仲間できます <laughs> 結構むずないですか。<laughs> うん、まあまあまあ、あ、まあこれからも質問、そういう質問は出てくるでしょうけれども、いいんじゃないですかね。うん、まあ僕と久保さんはずっと発信し続けますから。うん シェアし。だからこれからはね、ギブの時代だし、シェアの時代だし、どれだけその情報をシェアできるのか、自分が今まで経験してきたものをどれだけシェアできるのかっていう、もうシェアの時代ですからね。で、シェアの時代で、なんかこんなんやってたら、あの、本当に二極化の底辺をさまようだけですよ。うん。本当に今、あの、富を得ている人、インターネットをこう活用している人っていうのは、 とにかくシェアできる人ですよ。ギブができる人、シェアができる人。